最初に御社の紹介からお願いします。ベシクって2004年の3月に、立ち上がっている会社でございます。で、代表、私が代表を務めている秋沼と申します。で、それ以外にですね、グロス系、比較的規模の大きな、会社をですね、やってきた、メンバーがですね、役員陣になってまして、今我々がですね、どういう、会社なのかっていうのを解説させていただくと、まず問題解決っていうのがベースにあります。で、我々の強みはマーケティングと、IT 企業ですので、テクノロジーと、そういったものを使いながらですね、世の中にある様々な問題というのを、事業という姿を通じて解決していきたいというように考えています。で、もう一回僕らがですね、取り組んでいる、ミッションなんですけれども、ウェブマーケティングの大衆化、というものをに力を入れております。で、これどういうことかというとですね、企業においてマーケティングという活動は、今まで以上に非常に重要な、時代になってきているというふうに、僕らは認識をしています。特にデジタル領域に関してなんですけれども、まさに今インタビューをいただいている谷口さんもそうだと思うんですけれども、さまざまな意思決定をですね、スマートフォンとか、パソコンの画面を通じながらしていっていると思うんですね。で、多くのエンドユーザーはですね、そういう形でそのデジタルを使いながら、いろんな情報を見聞きしているという状況が、もはや老若男女関わらずですね、当たり前の世界なんですけれども、一方で企業側に目を移していくとですね、こういうこのマーケティングの活動というものを、十分にできている会社というのは非常に一握りだということなんですね。で、これはすなわちですね、消費者にとってもすごく損なことになっていてですね、つまりどういうことかというと、本来自分たちが出会うべき、優れた事業者さんに、こういうマーケティングが単純にできないっていうことだけでですね、出会えないっていうのは、多くの人にとってマイナスではないかというように僕らは考えています。ですので、こういうその行為自体をですね、大衆化させていくことによって、多くの人たちがですね、企業と個人、個人と個人とか、そういう形で、出会える、最良のマッチングっていうのができる、そういう世界が作れるんじゃないかというふうに考えています。で、その中においてですね、僕らの事業の、一つ特徴なんですけれども、ノーコードっていうものを、主軸にですね、事業展開をしております。で、背景にはですね、こういったその、いわゆるその専門人材って言われるエンジニアだったりとか、デザイナーだったりとか、マーケターって言われるような方々っていうものの、ニーズはですね、こういう右肩上がりで上がっていく、今の時代にもかかわらず、実際の供給量っていうのは圧倒的に減ってるんですね。減ってるし足りてないっていう状況になっていると。そういう問題が実際ある中で、より、組織のですね、問題は深刻になっているというように定義づけています。ですので、先ほど出てきた、我々の解決策としてはですね、SaaS という、事業を通じていきながらですね、このノーコードって言われる、専門人材を、いらないというとちょっと語弊あるんですけれども、最低限、の業務でですね、実際に多くの企業がやりたいマーケティングだったりとか、実行力を上げていくっていうご支援を、させていただきたいと。そういう世界を目指しています。で、具体的にちょっと、サービスを、簡単に残り2分ぐらいで説明したいんですけれども、フレットワンというサービスはノーコードでですね、この B2B マーケティングができる、そういう環境が提供されるサービスになります。で、具体的にちょっと動画を見ていただくと、この専門人材、が、本来やるべきような業務をですね、いわゆる一般の、マーケターの方々でもですね、手を借りずにですね、実現できる、そういう世界というのを、実現していくというようなことを、プロダクトを通じて、実現していっております。イメージで言うとパワーポイントでページを作るようなですね、そんな感覚で、例えばサイトが作れるということです。で、もう一つ、フォームランはですね、フォームにまつわる あらゆる問題を解決っていうふうに書いてあるんだけれども、できることはですね、Google フォームをまずリッチにした、フォームの形式と、顧客管理が簡単にできるっていうことなんですけども、こちらも、これちょっと GIF 画像で荒くて申し訳ないんですけれども、見ていただくとですね、ノーコードで、
まあ、その自分たちでもですね、まあ、どなたでも簡単にフォームが設置できて、右側にある、まあ、お問い合わせをいただいた方々に対して看板方式を使いながらですね、まあ、簡単に管理をしていくっていうような、まあ、そういうような、プロダクトというのを、我々は提供しております、はい、ですのでちょっと戻るんですけれども、こういうですね、その特殊な技能を必要としない形でですね、実現力を提供していくことによって、このウェブマーケティングの大衆化というものを叶えていく、まあ、そういう会社でございます。ありがとうございます。次に、今後のビジネス展開ですね、グローバル展開などについてお話をお伺いできればなと思うので、展開という観点でいくとですね、まあ、SaaS のビジネス全般で言えることなんですけれども、まあ、ご利用いただいているお客様一社一社をですね、まあ、しっかりそこを導いていくっていう行為が、まあ、まあ、まず重要ですという中で、まあ、グローバル展開っていう観点でいくとですね、まあ、フェレットワンよりもフォーマナーのような、まあ、比較的シンプルな構造のサービスの方が向いてるんじゃないかっていうのが、まあ、僕ら、まあ、やりながらですね、感じている部分なんですね。ただ、まあ、急ぎ、まあ、じゃあ実行するかっていうと、まあ、当然のことながらテストマーケティングを重ねながらですね、やっていきたいなというふうに思っていますので、ちょっと今すぐどうこうっていうことではないんですけれども、まあ、プロダクトの性質上フォームランが向いてるんじゃないかというふうに考えています。ありがとうございます。今後日本のスタートアップが海外に出ていくことの可能性についてこうどう思うかって言ったところで、ご意見とお聞かせいただければなと思うんですけども、可能性っていう観点で言うと常にあると思います。思いますが、その日本の企業が、まあ、常に苦戦する最大の要因って、まあ、言語の壁であったりとか、まあ、カルチャーの違いだと思うんですよね、うん、まあ、そういう意味合いで言うと、まあ、僕らが今手掛けているような SaaS っていうサービスはプレーンな価値が提供できるんだったら、まあ、よりチャンスはあり得るのではないかなって思ってますっていうのが、まあ、今ですかね。うん、まあ、SaaS におけるビッグプレイヤーが必ずしも、まあ、アメリカや中国から出てるわけではないので、まあ、そういう意味合いでは日本の企業が出ていくっていうことも、まあ、ないことはないんだろうなって思いますけどね、はい、